今から3年前、南モンゴルの、モンゴル人であるメルゲン氏、自分の牧草地、故郷を守るため、中国のトラックに引き殺された残酷な事件がありました。それから3年間、彼の死は何のためですかということに対して、彼の尊い命、何のため犠牲になったということを私たち忘れてはいけないということです。彼が自分のふるさと、自分の牧草地、自分のモンゴル文化、伝統的な経済を守るため、中国のどんどん入ってきている環境破壊を反対するため、自分の命を犠牲にしたんです。我々南モンゴル人としてはこれを忘れてはいけない。ウイグルでまた13名射殺されたというニュースがありました。残念ながらというべきなのか分かりませんけれども、チベットでは最近はそのようなことはありません。最近チベットにおいてはあくまでも個人の命を捧げるような行為がありますけれども、しかし集団的な形で今の中国のASEANに対する抵抗ということが見られなくなりました。だからといってそのような問題が全て消えたわけではありません。今日ここに先ほど大臣さんがおっしゃったようなことが、今チベット、ウイグル、あるいはもちろんモンゴルもそうですけれども、やがてアジア全体が同じような運命に遭うかもわからないという危険性を持っていると思います。南モンゴル人の苦しみは人類の苦しみじゃないでしょうか。今の中国モンゴル人の問題だけじゃなくて、アジア全土、日本の尖閣を含めて沖縄まで中国の侵略の行動始まったじゃないでしょうか。その侵略行動を止められなければなりません。そうでないとアジア全体の平和安定なりません。先祖代々受け継いできた領域、ここにおいては自分たちの言葉で話し、自分たちの文字を使い、自分たちの信じる信仰を大切にし、自分たちの生き方、生活習慣、文化、これでもって生きるというのは、世界共通の各民族に与えられている権利でありまして、南モンゴルのモンゴル人、この人たちが自分たちの独立した法律と法の領域と、そしてさまざまな自分たちのルール、言葉も含めてこういうものを持って生活できるのは、当たり前に皆様世界中が承認をしなければいけない権利であります。あの国に話し合いをしてですね、紳士的に話をしましょうとか、ね、あるいは礼節をわきまえましょうとか言っても無理なんですよ。連中が信奉するのはですね、もう力しかないんですよ。力の強い国に、あるいはまあ何て言いますか、自分よりも強大な力に対してはその屈服することがある。それ以外に彼らのそういうふうなですね、野心というものを止める手立てがないというふうなことだと思います。だからモンゴルもそう、チベットもそうです。ありとあらゆるあの国の周辺がですね、連中のその餌食となって、あの強欲のですね、なんというんですかね、犠牲となっていかざるを得ない。このままいきますとね、まあ彼らはをやっぱりその何て言いますか、屈服させ封じ込めるためには周辺が手を結んでですね、もうガチガチの構図で、まあ彼らのですねそういうふうな横暴というものを許さないような構図を作り上げていくしかないんですね。今、NHK や民放のテレビの飛行機がもうセスナやヘリコプターが尖閣の状況を、撮影できなくなる、こういうような状態まで、中国の侵略行為が及んでいる。こういうものに唯一体を張って本当に皆さんが今阻止しようとしている、ここが一番彼らが怖いことです。日本人がこれまで通りの、おとなしく話し合えばなんとかなるなんて言ってるようなことから、一歩進み出て、汗も流す、涙も流す、そして苦しんでいる本当に、南モンゴル、あるいはチベット、ウイグル、台湾の人たちと共に連帯して共に汗を流し、そして、必要ならば血も流す、そういった覚悟でこの戦いが行われなければならないと思います。去年の3月、私はウランバートルへ単身で行き、モンゴルの科学者とともに中央アジアで中国共産党が引き起こした核爆発災害の科学会議を開催しました。世界で最も人権が蹂躙されている地域はシルクロードにある三国、チベット、ウイグル、南モンゴルです。その加害者が中国共産党です。その中でも南モンゴルでの人権蹂躙と資源収奪による環境破壊は凄まじいものです。しかも世界の目が届いていない悲劇があります。この地域こそ地上の地獄です。地獄を作っているのが中国共産党。数千万人の人命を奪い、財産を略奪する、まさに悪魔です。こんなことが許されていいのでしょうか、皆さん。ご通行の皆様、大変感謝しております。私たちは南モンゴル人と日本人経済です。中国は南モンゴルの環境破壊をやめろ！中国は南モンゴルの土地を返せ！中国は南モンゴルの土地を返せ！中国は無実の南モンゴル人を今すぐ釈放しろ！中国は南モンゴルの同化政策をやめろ！連日の報道でもわかるように、ベトナムなど東南アジアへの拡張、侵略行為を進めてきています。日本人の皆さん、この国には何があるか分かりますね。もう中国の侵略は目の前まで来ているのです。中国は南モンゴルの草原を破壊するな！南モンゴルの同化政策をやめろ！中国は南モンゴルの同化政策をやめろ！モンゴル人を今すぐ釈放しろ！釈放しろ！釈放しろ！我々の自由、人権、独立を獲得するまで一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。頑張りましょう。この南モンゴルの惨状は、シナがもたらしている惨状につきましては日本人ほとんど知らないと考えていいわけなので、どんどんこれからも訴えてまいりましょう。お疲れ様でした。頑張りましょ1949年に中国共産党が南モンゴルを植民地支配してから60数年間にわたり、中国政府はあらゆるやり方でモンゴル人を大量に解放、拷問してきた。これは何文字？モンゴル文字で書いた防御壁です。モンゴル文字、はい。南モンゴル人の人逮捕をやめろ！やー！中国は無実の南モンゴル人を今すぐ釈放しろ！釈放しろ！中国は南モンゴルの侵略をやめろ！